皆さんおはようございます。語りは学べ学談が行います。さあ、先ほどまで乗ってきた高速バスが出発してまいります。現在私は長野県は松本市駅前に出没しております。今回はですね、一つの目的を持ってこの長野県は松本市にやってまいりました。さあ、この左まっすぐ行けば JR 松本駅でございます。松本駅方向には行かず、国宝松本城方面に足を進めてまいります。全世界うまいもの巡りの旅その72ということでございまして、リッチモンドホテル松本1階ガスト松本中央店でモーニングブッフェを即食すということです。さあ、ガストモーニングブッフェ実施店コンプリートでございます。さあ、このお店を行けばモーニングブッフェ実施店日本全国コンプリートということで、意気揚々とやってまいりました。ガスト松本中央店でございます。結構ね、朝一番からお客さんいっぱいでございます。ガストはね、そんなにね、モーニングビュッフェやってる店は少ないんです。コロナ以降実施店はずっと減りましてね、茅場町中央店、こちら松本中央店、茅場町駅前店と松本中央店、この2店舗のみモーニングビュッフェやっておるということで、早速入店してまいりましょうか。6時からスカイダーク、まあ、茅場町駅前店と松本中央店、どのような違いがあるんでしょうか。朝6時から早いですか。通常朝ごはんは、ね、6時半から多い、下手だと7時からとかね、6時からはちょっと早い。しかしこの早いのがみんな早起きなのか、6時半前でもかかわらずいっぱいでございます。余裕かまして人は少ないじゃろうとなめてかかっておったら大間違いでございました。まずこれはカレーでございますね。蓋が重たい。そしてご飯と混ぜご飯、そして和食系のお惣菜でございます。さあ、このね、向かい合ってるこのテーブルのとこでね、こう一周回りながらお料理を取っていくというスタイルでございます。サラダがあったりですね。ガストはね、スイーツがちょっとあるんですよね。で、これはドレッシングでございます。さあ、一通りのね、ベジタブルは揃っております。もうどうしてもね、他の人の腕が映ってしまうと、まあ、腕だから勘弁してくださいと、そんな感じなんでございますが、まあ、唐揚げはこう有名店なんでね、もちろん唐揚げは美味しいということなんでございますが、スイーツもちょっとあるんですよね。フルーツだけなんていうことはなくて、ちょっとショコラケーキとかね、いろいろとスイーツが割と置いてあるというのが嬉しいところなんですよ。さあ、一の膳でございます。一の膳はいつもの通りベジタブル中心の取り合わせでございます。そしてお味噌汁、そしてガストがあるんですよね、フーアール茶、こちらを取らせていただいております。お野菜はね、いろんなものを取り合わせて、ミニトマトでありますブロッコリーですね、でお豆、コーン、そしてキャベツレタス、
でポテトサラダ、いろいろございます。そして味噌汁がね、体を温める味噌汁でございます。こちらがね、わかめの味噌汁。ちょっとネギ欲しかったんですが、ちょっと見当たらなかった。後でね、他のテーブルに、提供されておったので、あ、しまったと思ったんですが、まあ今回はなしということで、ネギなしの味噌汁でございます。さあ、トマトを食べて、お豆を食べて、コーンを食べて、レタスキャベツを食べる。まずはね、体にね、優しい野菜で満たされてる、満たされてるような感じになるわけでございます。そして体に優しいほうれい茶、このほうれい茶があるのが嬉しいんですよね。それで割とね、まあまあそんなに悪い品物でもありません。このね、一銭目がね、臭いんですよね。これ一銭目捨てないとみんな知らないでしょうけどね、これ、プーアル茶は一銭目を捨てる、こうしないとまともな味にはならないのであります。捨てずに飲むと臭さを我慢しながらの一銭目ということになってしまいます。さあ、いろんな取り合わせてベジタブルいただきましょうか。しっかり食べさせていただきました。さあ、ブロッコリー、トマト、レタス、キャベツ、コーン、ね、粒コーン、いろいろ一箸でガサッと取りまして口に運ぶわけでございます。さあ、ニノゼンでございます。ニノゼンはですね、タンパク質中心のお膳ということでございまして、まずはこれね、春巻きですね、スクランブルエッグ、ウインナー、味噌汁、そしてベーコン、そして唐揚げでございます。そしてカレーライス、もうカレールーなくなってますけどね、先に食べちゃったんで、その残った白ご飯でおかずに、おかずをいただこうかと、そういう感じの食べ方になっております。箸休めにはブーアルちゃん、こういう感じでございますね。さあ、それでは春巻きの方行ってみましょうか。さあ、食べてみました。実はね、これ春巻きはね、こうしっとりしてる春巻きなんです。揚げてしばらく時間が経ってる。しっとりした春巻きはね、ちょっとまずいです。パリパリっと食感がね、嬉しいのが春巻きでございます。しっとりした春巻き、しっとりしたチャーハン、最近また日の目を見てるような感じなんです。春巻きはしっとりはダメでもパリッとしといてほしい。さあ、スクランブルエッグを取りまして、カレー混ざりのご飯で食べる至福の一時でございます。さあ、自慢の唐揚げいただきましょうか。卵かけご飯、そして鶏ちゃんでございます。鶏ちゃんに卵ちゃんにカレーライスでございます。黄金律でございますね。さあ、しっかりプーアルちゃんも飲みましたら、次はベーコンでございます。ベーコン巻きご飯いただきましょう。ご飯をベーコンで巻いてね、一気に口に頬張ろうという目論みでございます。この旨味はね、何とも早口に伝わりまして、喜びの一時でございますね。さあ、次は何にしましょうか。ウインナーいきましょう。パリパリとした食感のウインナーが美味しい。
朝食の定番でございますね。洋風朝食といえば、さあ三の膳でございます。三の膳は取り忘れたお魚、鮭と、そしてスイーツ取らせていただいています。ショコラケーキ、そしてパンケーキ、そしてプーアルチェ、メープルシロップとクリームも忘れなく取っております。さあ骨も取りまして、鮭から食べさせていただきたいと思います。しっかり食べましてね。そしてショコラケーキいきましょうか。さあショコラケーキをいただきましょうか。このショコラケーキはなかなかしっとりとしておるのが特徴でございます。パリッとかふんわりしてるわけではない、もう重厚な感じでね、ショコラがしっかりと口の中で遊んでおります。さあメープルシロップ出してみました。ホットケーキとね、メープルシロップ、そしてクリーム、生クリームでございますね。まずねメープルシロップをかけまして、生クリームを塗りたくりましていただきたいと思います。さあしっかりとメープルシロップを入れましたら食べたいと思います。このパンケーキというかホットケーキね、これもね食後の楽しみであります。どっぷりと甘い塩がねお好みでございます。生クリームをつけましてパンケーキ、しっかりとメープルシロップをかけましたらいただきたいと思います。しっかり甘い、もうね脳天にキューンとくるような甘さが、これがいいんでございます。さあショコラケーキもいただきましょう。このねガストのねこの食後がねやっぱり楽しみなんですよ。フルーツぐらいしかないんじゃったらねこんなには楽しめないんですよ。しっかりとねそういうのがね楽しめるようになったるから嬉しいんですよね。さあどんどこどんどこ食べ進めて、生クリームをつけてメープルシロップをかけたら、もう一口いただきましょうか。しっかり甘い、しっかり美味しい。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。